私高橋光男は兵庫生まれ兵庫育ちの42歳元外交官でございます。私の原点は18歳の時に遭遇した阪神淡路大震災です。この兵庫は震災を乗り越え、そして復興を成し遂げてまいりました。そんな中で私自身も社会のため、人のために尽くさせていただきたい、この思いで外交官になり、これまで17年世界30カ国で仕事をさせていただきます。時には身を危険にさらしながらも人道復興支援、開発協力など現場でさせていただきました。地雷で手足を失った少年や少女、行き場をなくしてしまった避難民たち、その姿に触れ、私自身も言葉を失いました。一体自分は何ができるんだろう、これを常に私自身問い続けました。それは弱者に徹して寄り添うことだ、そして同じ目線に立って共に汗をかいて支援の手を差し伸べる、これしかない、この思いで私自身仕事をさせていただいてまいりました。この度政治の道において仕事をさせていただく、その上においても私の信念は変わりません。昨年の7月に公認を受けして以来、さまざまな現場の方々のお声を伺ってまいりました。経営難に苦しむ中小企業の方、子育てに奮闘されるお母さん、そして将来に不安を抱えた若者たち、その皆様のお声はすべて切実でございました。その皆様を一つお一つの苦労が報われるような社会を築きたい、そのために必要なことは何でしょうか。それは徹して一人の声、そして声なき声に寄り添い、一人のを大切にする政治ではないでしょうか。兵庫の未来を、そして日本の未来を開くために全力で走り抜いてまいります。本日は大変にありがとうございました。